委員長。岡本委員。はい。本日所管分の最後の質問を公明党世田谷区議団より3名で臨ませていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに食品ロスの削減についてお伺いします。これまでも会派として食品ロスの削減に向けての対策は第一に発生抑制の意識啓発の取り組みが重要であることを訴えてまいりました。本年8月に我が党の女性局主催の食品ロス削減のための勉強会で、日本のフードバンク団体である NPO 法人セカンドハーベストジャパンで広報室長を務められていた井出留美さんの講演を聴講しました。日本が1年間に廃棄している食料はおよそ1728万トン、そのうち食べられるものを食品ロスと呼び、1年間に500万から800万トン発生、食品ロスの半分が事業者、半分が家庭から発生しております。この食品ロスは世界的な課題であり、一方で食品の過剰生産廃棄があり、他方では食の貧困という2つの社会的課題が存在しているのです。国もようやく食品ロスの課題を認識し、法整備に向けて動き出しつつありますが、関連する省庁は消費者庁、農林水産省、環境省、文部科学省、経済産業省、内閣府の6省庁に及び、さらに食の貧困対策も含めると厚生労働省が加わり、容易には進まないようです。ただ家庭から発生する未使用食品となると、その対策については国に所管する省庁がないため、各自治体での取り組みが必要とのことでした。すでに京都市では昨年の10月から廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例を改正し、全国初で食品ロス削減に力点を置いた条例を作り、その愛称も市民から公募し、始末の心条例として取り組みを始めています。まずここで本区における食品ロスの実態に対する区の認識と発生抑制への取り組みを伺います。笹本清掃リサイクル部事業課長。はい。食品ロスの問題につきましては、国内のみならず世界的にも大きな課題であると認識しております。区が今年度実施しました家庭ごみの組成分析調査でも、可燃ごみの中に 2.7% の未使用食品が含まれており、区内のごみ収集量から推計しますと年間約4500トンが廃棄されているものと見ております。こうした状況を踏まえ、区では食品ロスの実態を広く区民の皆様に知っていただくために、各種イベントなどの機会を捉え、ごみに出された未使用食品の写真の掲載、賞味期限や消費期限の違い、無駄にしないためのさまざまな工夫について周知啓発に取り組んでまいりました。今後も大人から子どもまで多くの区民の皆様がもったいないと共感できる食品ロスの問題から、ものを大切にする意識の醸成を図ってまいりたいと考えております。以上です。岡本委員。委員長、引き続き区のリーダーシップのもと発生抑制の取り組みを求めます。次に区が一昨年度から実施しているフードドライブの成果と課題を伺います。佐藤課長。区では家庭で使い切れない未使用食品の受け皿として、一昨年度より区民祭りなどのイベントに合わせたフードドライブを実施しております。これまでに3497点、 980kg の食品が提供され、これらはすべて先ほど委員からもお話にありました NPO 法人セカンドハーベストジャパンを通じて有効活用することができました。ご協力いただいた区民の方からは、これを機に家にある食品の期限を確認しようと思うといった声も多数聞かれるなど、目に見える食品ロスの削減の効果に加え、多くの区民の皆様に自らの生活習慣を振り返り、自分にできることは何かを考える一つのきっかけが提供できたものだと考えております。一方で限られた日時、会場での実施となることから、参加機会を逃した方も少なからずいらっしゃるものと考えております。国も未使用食品を常時受け付けできる窓口の設置と受け皿の拡充を望む声が寄せられており、一つの課題であると認識しております。以上です。委員長、はい、先日本区におけるフードドライブの可能性を探るために、私は世田谷区ボランティアセンターを訪ね、意見交換をさせていただきました。その際、センターにはバザーになると多くの区民の方からたくさんの品物が届いており、
社会に貢献したいという区民の意欲が大変に大きいことを実感しているとの感想をいただきました。今後家庭からの食品ロスの発生抑制をしつつ、それでもなお家庭で発生してしまう未使用食品をもっと有効に活用するために、これまで区がイベント会場のみで実施してきたフードドライブをさらに発展させ、集まった未使用食品を地域の支え合い活動、現在区が把握している会食サービスの協力団体だけでも NPO 団体2団体を含めて25団体あり、その他にも区が把握していない多数の団体があると思われますが、子どもから高齢者までが集われるお食事会等に活用できれば、もったいないという気持ちを社会に貢献できるという気持ちにつなぐことができ、世田谷らしい笑顔食卓プロジェクトともいえる取り組みが構築されると考えます。そこで伺います。今後フードドライブの受付窓口を常設できる場の確保として、洋画と千歳台にあるエコプラザ等の一部を活用し、仕分けなどを NPO やボランティア団体の方々の協力をいただくなど、区内の会食を実施する団体に食品を提供する仕組みを構築すべきと考えます。区の見解を伺います。佐田本課長。はい、区としましても区民の皆様のニーズやご提案の趣旨も踏まえまして、未使用食品の受付について、まずはですね、区が運営しておりますリサイクル啓発施設で施行する方向で、拡充を図ってまいります。またお話にありました地域の中で有効活用する仕組みにつきましては、必要な食品を必要な施設へ提供することが大変重要となりますので、例えばボランティア協会や NPO などの関係団体と連携しながら、その手法について検討してまいります。以上でございます。委員長。はい、この仕組みは大変に先進的な仕組みになるかと思いますけれども、これから の日本の社会、また世界が抱えている課題解決 の地域から発せられる大きな仕組みになっていくと思いますので、ぜひマッチングをしながらですね、進めていただきたいと思います。その上でフードドライブ等を運営する NPO やボランティア団体の支援に関してですが、特に最近 NPO をどう立ち上げればよいかわからない、またせっかく立ち上げたとしてもその NPO の運営の継続が危ぶまれているとの声も伺っております。今後区として地域の支え合いの良きパートナーとしてNPO やボランティア団体はますます重要と考えますが、特に NPO が抱える課題に対して区はどのような支援に取り組んでいくおつもりか見解を伺います。原田総合調整担当参事。はい、区内の NPO 法人は今500団体を超えていまして、委員お話の食品ロスの問題を含め、ますます複雑化している社会的な課題や地域課題に対して幅広い分野で多様な活動が行われております。しかしながら NPO と市民活動団体は組織的財政的に脆弱な団体も多く、地域社会が抱える課題解決に向けて自律的継続的に活動を行っていくための基盤が依然として不十分な状況にございます。そこで今年度5月より NPO と市民活動相談を世田谷ボランティア協会と共同して開始いたしました。相談内容は想定していました通り、団体の設立に関する相談や活動メンバーや資金集めに関する相談が多くなってございます。法人化のメリットやデメリット、他団体との連携方法、ボランティアや活動資金の集め方などをアドバイスし、相談者から好評を得ておりまして、事業開始から間もない期間ではございますが、実際に団体設立に向けた準備会に着手したケースや NPO 法人の経営改善に結びついた例もございます。さらに今後活動に必要な基盤強化を広く啓発していくために、世田谷文化財団の生活工房と共同し、活動資金や組織づくりに関するセミナーの開催を予定しております。今後とも事業内容を周知するとともに、職員につきましてもより専門的な研修を受講させるなど、知識と技術の向上を図り、 NPO 等市民活動団体が公共サービスの担い手として地域活動をしていくために、団体の自主性を損なわないように配慮しながら支援をしてまいります。以上でございます。委員。はい、
今 NPO と市民活動相談を世田谷ボランティア協会と共同してスタートしたという伺いましたけれども、この、ある意味で再スタートという状況だったと思うんですが、そういうさまざまな課題がある NPO のこの支援に取り組み始めたということをまず評価させていただきますし、今後さらに発展できるように取り組んでいただきたいと思います。それでは次にスポーツについての質問に入らせていただきます。これまでも午前中から高い波より2020東京オリンピック・パラリンピックに向けたさまざまな観点からの質問がありましたが、私からはパラリンピックへの機運の醸成を図りつつ、障害者が地域でスポーツに親しむ環境づくりについて具体的な提案をしながら質疑をさせていただきたいと思います。7月に区民生活常任委員会で視察させていただいた神戸市では、1962年、昭和37年から障害者スポーツ大会を開催するなど、前回の東京大会をきっかけに54年間にわたって障害者スポーツの振興に取り組んでこられていました。注目したいのは前回の東京大会、これは世田谷でも馬事公園で開催されたわけですけれども、その50年前に初めてパラリンピックという名称が障害者の国際スポーツ大会の愛称として付けられたということであり、この間神戸市ではその50年前からずっと障害者スポーツに取り組んできた、でそれと比べた場合のこの本区の取り組みに対して私は愕然としてしまいました。その時にちょうど所管の五十嵐部長も一緒に視察されておりましたので、まず率直な部長からの感想をお聞かせください。委員長、スポーツ推進担当部長。五十嵐スポーツ推進担当部長。はい、委員お話の通り、神戸市は半世紀以上にわたる障害者スポーツ大会の実施や、今回視察しました障害者、高齢者を中心に全ての市民に開かれたスポーツ施設を整備し、障害者などのスポーツの振興に積極的に取り組むなど、先進的な障害者スポーツの普及啓発に努めておりました。佐賀区における障害者スポーツの推進にあたりまして、今まで以上に力を入れて取り組んでいかなければいけないと決意を新たにいたしました。以上です。委員長、はい、力強い決意を言っていただいてありがとうございます。で、障害者の方がスポーツを楽しむ環境の整備に向けた人材活用について伺ってまいります。神戸市ではスポーツ推進員をはじめとし、教員、職員、一般市民から公募し、障害者スポーツリーダーを養成派遣しており、現在までに200名の方が登録をされているとのことでした。残念ながら本区にはそのような仕組みがありません。ここで伺います。今後区として障害者スポーツリーダーを養成派遣する仕組みを構築することが求められます。区の推進計画には人材育成という文言は記されていますが、具体的な取り組みが不明です。スポーツ推進員の数も40数名と伺っておりますので、さらなる増員が求められます。具体的な区の取り組みを伺います。スポーツ推進課長。渡辺スポーツ推進課長。はい、障害者スポーツを推進していく上では、指導者やサポートスタッフなどの障害者スポーツを支える人材の育成は大変重要であるというふうに認識しております。区では昨年度より地域で障害者スポーツを担う人材育成を目的としまして、障害のある人とない人も共に楽しめるスポーツリクレーション交流事業を日本体育大学に委託しまして、スタッフ講習会を実施し、障害者施設の職員、それからスポーツ推進員、から障害者スポーツ指導員や知的障害児体育指導員などの資格をお持ちの方などを含め、これまでに72名の方にご参加いただいております。現在は2年目となるこの事業によります、障害者スポーツの進め方、それから人材の活用の仕方などについて検証しているところでございます。今後につきましては、委員のお話の趣旨を踏まえまして、受講者の方に障害者スポーツの推進役として活動していただくための仕組みを構築するなど、障害者スポーツの推進を図ってまいります。合わせて今ご指摘いただきましたけれども、推進の増員につきましても公募による方法なども検証し、人材の確保に努めてまいります。以上でございます。委員長、はい、障害者の方がスポーツを地域で楽しむことができる身近な場の提供について伺います。本区では誰もが参加できる総合型地域スポーツクラブを中学校区単位で2年に1箇所設置するとの計画があり、現在までに8箇所開設と伺っております。先にご紹介した神戸市では、すでに小学校区に1箇所ずつ総合型スポーツクラブが設置されており、
地域の方と障害者の方々がスポーツを身近な場所で楽しむ環境づくりが進められておりました。今後本区として総合型地域スポーツクラブの着実な設置と設置がなかなか進まない地域においては身近な小学校の体育館などで障害者スポーツリーダーなどを派遣して障害者の方々がスポーツを楽しめる機会の創出を工夫すべきと考えますが、区の見解を伺います。スポーツ推進課長、渡辺課長。はい、総合型地域スポーツクラブは身近な場所でいつでも誰でも気軽にスポーツができる場でありまして、障害者スポーツの場を含めた地域スポーツの振興の中心としてその役割は大きなものとなってございます。一方でクラブの運営は地域の住民の方が主体の運営のため、新たなクラブの設立にはまず運営の中心となる人材と多くの賛同者、協力者を見出すことが不可欠となってございます。その上で活動拠点となる学校を従来より使用しております既存の団体の賛同と周辺住民の方々の理解も得なければならず、短期間での設立を難しくしてございます。クラブ設立にはさまざまな課題ございますけれども、学校が活動拠点となることから教育委員会とも連携し、地域スポーツのコーディネーターで役であるスポーツ推進にも機能的に活動してもらいながら、より多くのクラブ設立に向けて今後努力してまいります。また委員お話のように、小学校の体育館で障害者の方がスポーツ活動に参加できる機会を増やすことができれば、身近な場所で安心してスポーツを楽しんでいくことも可能になるかと思います。今後スポーツ推進などの協力や東京都障害者スポーツ協会によります指導員派遣事業、こういったものを活用し、小学校など身近な場所でスポーツに参加できるよう努めてまいります。以上でございます。委員長。はい、なんといってもですね、神戸市はなぜここまで進められたのかなって思ったときに、障害者スポーツを推進する、独立した組織が、すでに確立されているというところですね。そこを軸にさまざまな障害者スポーツの充実を図ってくることができたと。で、本区は世田谷区スポーツ振興財団を指定管理者として選定し、スポーツの施策展開を図っていますけれども、残念ながら所管にもまたその財団にも障害者スポーツを体系的に推進する組織が確立されていないため、障害者当事者の声を聞き上げて施策につなげる仕組みが存在していないのが現状だと思います。ここで伺います。2020東京オリンピック・パラリンピックへの機運を醸成していくことは区の大きな責務であり、その後50年先、さらには100年先の本区における障害者スポーツの振興を図っていく上でも、障害者スポーツに特化した組織体制が今こそ必要と考えます。区の見解を伺います。推進課長、渡辺課長。はい、お話にございましたように、神戸市では教育委員会にスポーツ所管が、それから障害福祉部門に障害者スポーツ所管がございます。また障害者スポーツの振興は神戸市社会福祉協議会障害者スポーツ振興センター、これが担っておりまして、普及啓発事業、それから指導員の養成派遣事業、障害者スポーツ大会の開催など実施してございます。委員お話のように、将来に向けて障害者スポーツの振興をより図っていくために、神戸市が行っている選管組織により体制を強化する方法も効果的と考えますけれども、神戸市には障害者スポーツの拠点となる専用の福祉スポーツ施設があることで、組織を分けた施策展開が可能になっている、こういった面もございます。区では障害者専用の拠点施設がないことから、既存施設を有効に使いながらスポーツ推進施策全体の中で障害者スポーツの推進を図っていくことが必要でございまして、世田谷区スポーツ振興財団においても同様の認識のもと、今後さらに障害者スポーツ事業に力を入れていくと、このように伺っております。障害者スポーツに特化した組織や体制の下で計画策定や事業運営を行うということは、障害者スポーツを推進していく上での強化につながってまいりますので、お話の趣旨を踏まえながら専任のチーム組織体制、こういったものを作って臨むなど、障害者スポーツに関する専門的な取り組みを図りながら強化に努めてまいりたいと思います。以上でございます。委員長、
やはり東京オリンピック2020東京オリンピックパラリンピックのレガシーという言葉を何度も何度も聞いておりますけれども、やはり50年前の東京オリンピックの時のレガシーは神戸市では障害者スポーツということをきちんと根付かせてきてたと、世田谷はそこが抜けていたということが、明確に、今回の常任下の視察で分かったわけですので、私としては、ぜひこの世田谷区の中でただ建物の整備をする中でユニバーサルデザインでやりますよということがレガシーになることなく、まず本当に世田谷に住んでらっしゃる障害を持っている方たちがスポーツを楽しめる環境をまず作っていくというところから始めないと、本当の意味での東京オリンピック・パラリンピックの成功はないんではないかなと、そのように思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。五十嵐部長いかがでしょうか。委員長、スポーツ推進担当部長。五十嵐スポーツ推進担当部長。はい、肝に銘じて障害者スポーツ推進してまいりたいと思います。ありがとうございました。はい、以上です。はい、はい、すいません。昨年私は第2回定例会の一般質問で、本区に居住されている在日外国人の方々が長期短期の滞在にかかわらず言葉の壁を乗り越えて一日も早く安心して暮らせるよう区のより丁寧なサポートを求め、さらに2020東京オリンピック・パラリンピックの開催を通じて日本語教室の受講者などが通訳ボランティアとして海外からのお客様と区民との文化国際交流の場の橋渡し役として ご活躍いただくなど、おもてなしの心の機会の創出を求めました。その際、区からは今後町内で調整を図りながら効果的な手法について幅広い視点から至急検討いたしますとの大変前向きな答弁がありました。区はこの間どのような調整を図り効果的な手法を検討されてきたのか伺います。委員長、国際課長。後藤国際課長。はい、区内に在住されています外国人の方々が生活面の不安なく安心して快適に生活するために、日本語学習の機会は大変重要と認識してございまして、お話の池上青少年会館で実施されております、日本語教室の在り方につきましては、場の確保でありますとは通年開催の可能性、それから日本語学習支援のボランティアの方々の活用とすでに検討の方を始めております。また日本語教室をきっかけといたしまして、在住外国人の方自身が地域の活動に参加することや地域と交流できるような取り組みにつきまして、どのような形の運営が効果的なのか町内関係所管と事業内容を調整するとともに、区内の日本語学習支援団体とも連携し長期的な視点で事業展開を図れるように準備検討を進めているところでございます。以上でございます。委員長、はい、進めていただいているということで安心しました。今国では多言語翻訳ができるアプリやメガホンなどさまざまな場面での外国人観光客の対応を想定しての IT ツールの開発を推進しています。これも大変有益な取り組みであり、活用できるものは積極的に取り入れるべきと思います。ただ一方で私は目と目を合わせ片言でも直接言葉を交わし思いが通じ合える喜びを訪日外国人の方と区民の双方に感じていただけるような交流の場面の創出がまさに世田谷らしいおもてなしの心の表し方との一つと考えます。例えば馬事公園周辺の五駅沿線の町会商店街地域住民の方と在日外国人の方々との交流を促進させ、町ぐるみで言葉をつなぐその地域ならではのおもてなしの心の創出を考えていただくなど、2020オリンピック・パラリンピックに向けて機運の醸成を図ることも考えられますが、区の見解を伺います。委員長、国際課長。後藤課長。はい、区内に在住する外国人の方、この中にはですね、何らかの形で区への協力を申し出て、いただいている方々もいらっしゃいます。オリンピック・パラリンピックをきっかけとしまして、こうした方々と共同して施策を展開して、レガシーとして日本人、外国人問わず顔の見える関係、ネットワークを構築し、地域の活性化につなげていくことが区の目指す国際化の大きな目標で、ございます。まずは
旅行者、在住者、さまざまな外国人支援につながる施策にスタッフとして参加いただくといった、そうした協力を申し出ていただける方々の活躍が期待される機会の検討、それと合わせまして国籍を問わず広く区民の方々が交流できる機会の提供、こうしたものが必要と考えてございます。具体的には外国人を対象としたツアーの実施、区民の方々が交流できる場の提供、こういった施策を29年度の実施に向けて準備検討を進めているところでございます。お話の通り、実施にあたりました関係所管、商店街、町会、自治会等地域の方々、宮内大学等とも連携し、地域ならでは、そして世田谷ならではの取り組みを目指してできるところから今年度、施行の方も始めていく予定でございます。これを通じ今後も外国人の方々の協力も含め、さまざまな切り口から区の国際化、多文化共生の推進に向けまして2020大会の機運情勢はもちろんのこと、大会終了後も町の活性化につながる取り組みを積極的に展開してまいります。以上でございます。はい、以上で私からの質問を終わり、諸星委員に変わります。